ニコラ・ファシオ・ド・デュイリエは、スイスの数学者である。ニコラス・ファシオ・デデュリエールとも表記される。王道校に関する研究で知られる。ニュートンとライプニッツの間の有名な微積分の、発見者の座をめぐる争いで、論争に火をつけた人物として科学史に残っている。また、時計の軸受けに宝石を使う方法を開発し、特許を得た。スイスのバーゼルで生まれた。 1672年にデュイリエに移った。18歳の時にパリ天文台のジョバンニカシーニのもとで天文学を学ぶためにパリに移った。1684年に王道校が多数のゴミによる太陽光の散乱であることを示した。1686年頃、ヤコブ・ベルヌーイ、クリスティアン・ホイフェンスと知り合い、微分析文学などについて協力して、 研究を行った。1687年にロンドンに渡り、ジョン・ウォーリス、エドワード・バーナードと付き合い、逆性説問題の解放を研究した。ギルバート・バーネット、ジョン・ロック、ハンプデン夫氏とも親しくなり、1688年にジョン・ホスキンスの推薦で王立協会の会員となった。 1688年に重力に関するホイフェンスの理論を王立協会で報告し、1690年にはホイフェンスへの手紙で運動する微小な粒子による圧力が重力の原因であるという理論を示し、その後王立協会で発表した。これは後にルサージュの重力理論と呼ばれるものの先駆けであった。1700年ゴロッピエールで暴風跡時計の時空家に、 宝石を用いることを試みて、1705年に特許を取得した。1707年から宗教セクトカミザールの影響を受けて評判を失い、ヨーロッパへ巡礼の旅に出た。イギリスに戻った後の学問的な記録はほとんど残していない。ありがとうございます。